はい、えー、こんにちは。えー、それではですね、えー、今日は8306、三菱 UFJ ですね、えー、見ていきたいと思います。 えーまあ、金曜日に関してはですね、えーまあ、軒ま、あみ高というような感じで銀行株上がっていたわけですけれども、まあ、長期金利ですね、えー、これの低下が一服ということで買い戻しが優勢になっているっていうことですね。なので、三菱 u f j だけでなくですね、三井住友、それから水穂ですね、えー、そういったメガバン、や、他の銀行のところもね、顕著に推移しているということですと。 で、えーまあ、前日のところで行きますと、アメリカのですね、ISM 非製造業指数これがですね、前月比で上昇をしているということで、まあ、アメリカの景気悪くないねというか、むしろちょっと強いねというふうに見えるということで、えーまあ、アメリカのですね、先物、原油先物ですね、米原油先物の,の相場あ、これも結構上がってきている。まあ、これは中東のね、紛争の影響とかもあるかなと思うんですけども、インフレ圧力がさらに強まっていくんじゃないかということで、まあ、アメリカの長期金利もですね、えー、上昇しているということですね。で、えー、まあ 日本のですね長期金利に関してもちょっと見ていきますと、こんな感じですね。10月4日金曜日のところがぐっとですね陽線が出ている感じで、今のところ0.892%というところですね。戻してきているような状況です。今後のですね日銀介護のイベントとしましては、 今月末ですね。10月30、31、それから12月18、19と、今年はあと2回ですね。まあ一応利上げのチャンスっていうのはあるわけなんですけども、まあ石首相になりまして、えー、まあちょっとですね、この利上げっていうところに関しては消極的といいますか、トーンダウンかなり総裁になってからですね、していますので、そういったところでいきますと、まあ現状でですね、利上げをここでガンガンしていくっていう可能性は、そんなに今のところは高くはないのではないかなと。まあそういったところもあって、為替 がですね、今のところ少し円安方向に来て,っているというのもあるかなと思います、まあ、ただ今後ですねアメリカのいろいろな指標を出てきますけどもそういった数字によってはですねそんなところも変わってくるだろうということで、まあ、銀行株ですね保有されている方は、まあ、特にこういった、ね、国際10年もの利回りみたいなところはチェックをしておくといいのではないかなというふうに思います、まあ、ファンダメンではそんなところなんですけども、まあ、チャートの方ですね、えー、月足からですね EFG 見ていきたいなと思います はい。で、結構ですね、まあ、UFJ、えー、持たれてい方も結構多いんじゃないかなと思いますが、まあ、まだ持ってないよという方もですね、どっかで仕込みたいというような銘柄じゃないかなと思いますが、まあ、現状、この突き足で見たときにですね、えー、こう長らく続いていたこの上昇トレンドラインですね、これをまあ8月の足で一旦割り込んできて、まあ、下ヒゲで巻き返すんですけども、先月に関しても陰線で引けているという感じで、まあ、こうやって見ていくと、ちょっと一服感があるわけですね、この上昇の角度としてもですね。 というところでいきますと、下から持っていた長期の投資家っていうのが、だんだん売りたくなってくるような水準に来ているっていうのは、意識をしておく必要があるかなというふうには思います。要は、ここですね、2022年から続いている上昇トレンドが終わったというような見方をするような投資家っていうのも結構多いんじゃないかっていうね、そういった足形になってきているよということですね。 なので、10月に入りましたけれども、今月足っていうのが、最低でもですね、この9月のこの実体部分の陰線に対してインサイドする形であれば、下げ止まりっていうところで、また上方向っていうのは出てくると思うんですけども、これがですね、さらに下げ幅を拡大して、陰線がですね、アウトサイドしてくるような動きで確定をするというようなことがあると、10月、11月、12月と年末に向けてですね、さらに下がっていって、この1200円っていうところですね、ここに結構ラインがありますけども、1200円台。 まあ、あるいは1300円ぐらいのところですね、ここまでの下落っていうところは、一応、まあ、あ覚悟はしておかなければいけないんじゃないかなというふうにはあの思っています。 で長期足で見ると、そのところですね。でもう一つ、月足のところで注意しておきたいのが、まあ、前回の高値のところですね、えー、だいぶ昔ですけども、2006年4月、まあ、ここの高値っていうのが、まあ、1950円なわけですけども、まあ、ここですね、えー、7月の段階で、まあ、そこに迫る1850円ぐらいのところまで到達をしているわけですね。要は、ここっていうのは歴史的に見ても、ですねかなり重要な水準にはなっていますので、まあ、そう簡単に抜けれるラインではないということですね、ここの1950円とかね。だかそういうい意味で言っても もうこのタイミングで、えーまあ、この2ヶ月連続で,です、ね、陰線を出して、えー、かなり大きめの調整をしたということは、まあ、今後、上昇する意味でおいてはです、ね、意味のある調整にはな,りかなるという可能性も十分あるということは押さえておくといいかなと思います。 まあ個人的には1200円台のところまでね、押してきてもらってからの反発ぐらいな方が、要は長期の人たちっていうのが一回吐けてっていうような動きがしっかりと作れるような気もするので、まあその動きっていうのはあってもいいんじゃないかなと、まあ今後の上昇のためにっていうことですね。まあそういう風になってくると、まあ以前もお話してますけど、こういう N 波動みたいなね、そういう形で一番綺麗にですね、登っていきやすい、まあそういう動きにはなるのかなというふうには思っています。 で、週足で見ていきましょうということですけども、まあ週足で言ってもやっぱサポートラインは戦略のところは結構綺麗にありますね。それから1400のところですね。平行にも週足のラインっていうのは、えー、あると思いますので、まあ近いところだと1400を意識したトレードっていうのは有効なんじゃないかなというふうに思います。 で、この高値とですね、8月5日暴落した時の安値を取った時に、ここからですね、えーまあ、下げた後戻すんですけども、この戻したラインっていうのが大体1600円のラインなんですが、ちょうどこれ61.8%戻しっていうところになりますね。結構フィボナッチは僕もあの使ったりはするんですけども、まあ対局を見る目安としてはありなのかなと思いますね。で、その後61.8%のところで天井をつけて、また今調整をしてきているっていうような状況にはなるんですけども、 実はこれ、日足を見ていくとですね、はい今度、じゃあここですね、1回61.8%戻した後、また1400円のこのラインまで下げて、また戻ってきているわけですけども、まあ、今戻ってきているラインというところを見ていきますと、ちょうどですね、これが、はい。 ここですね8月5日暴落のところと高値のところを0と1で、えー、ポイント取りますと、ちょうど半値戻しまでしてるんですよね。で半値戻し1500のところまでしたところで、また戻ってきているっていうところで、まあ、かなりですね、えー、市場としても、まあ、方向感っていうところがかなり迷っているのがわかるかなと思いますね。だんだんボラティリティを縮小させながら、まあ、かなり最近は動きのないような、えー、1日数十円しか動きませんみたいな、まあ、そういう形になっているので、まあ、今後の動きとしてはやっぱり金利の動向を次第ということにはなってしまうかなと思います。 はい、で、えー、じゃあちょっとトレードのところでどういうことを見ていくかってことなんですけども、まずこの下落のトレンドですね、これは結構しっかりと作られているラインですので、まあ、そろそろこれ上に抜けそうな雰囲気も出てきてはいますよね。っていうところを考えると、上の出来高だまり、1600円のところですね、まあ、1500円から1600円ぐらいのライン。 まあこの辺のところっていうのが売り圧が結構強くて、まあ、以前もですね、2回跳ね返されてしまっている、下にね、押されているラインではありますので、今後登っていくときにはですね、まあ、1560円ぐらいのこの辺の出来高だまり、このところが売り圧強いなっていう頭で、えー、トレードをするといいかなというふうには思います。 で下のサポートっていうところでいきますと、先ほど言ったように1400円のラインのところですね、まあ、暴落するときには1200円のところも一応確保した方がいいですけども、さすがにもうここまではいけないような気がするので、1400円のところですね、これのところで待ち構えて、今いる1480円のラインですね、これが週足のレジスタンスになりますので、えーまあ、このところを抜けるかどうかというところをですね、えー、今見ていくような、そういったフェーズにはなっているのかなと思います。 それから10球目のところですね、えー、見ていきますけども、まあ正直全然良くないですと。信用改ざんのところは6,400万、えー、ですね、さらに増やしてっていう感じですし、えー、出来高を見てもですね、えー、まあ一時期結構出来高ある日もありましたけども、まあ最近は4、5 0 0万ぐらいのところではありますので、まあこの信用改ざんっていうところが、まあどうしても重たくなってしまいますよね。っていうところでいきますと、まあそんなにトントンと上に上がっていけるような状況では全くないかなというふうには思います。 それから、有志山のところも、ま、横ばいかやや増えているような状況ですし、これで見ても、でき高かより信用残がずっと多いような状況ですね。それから、新いのところも全然減らないですし、まあ、あまりいいところが、数値的にはね、見当たらないので、ま、時給的にはそんなに良くはないっていうことは、一つ言えるのかなというふうに思います。 まあ、長期的にですね、あの、持っておきたいという場合であれば、まあ、この辺のところからね、ポジションを入れていくっていうのはありだと思いますけども、まあ、トレードっていう観点から言うと、まあ、それほど値幅もないですし、需給も悪いですし、特に面白いところはないかなというふうに思いますので、えー、まあ、その、売って買ってっていうところで利益を出したいという、まあ、そういうメーカーでは今のところないかなというふうには思います。 はい。ということで、えー、三菱 u f j ですね。えー、まあ、ちょっと久しぶりになりましたけども、見ていきました。えー、参考になったと思っていただけたら、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。